よろしくお願いいたします。うるさらと申します。本日レビューをさせていただきたいのは、スバルピアスとスバルウォッチです。まずスバルピアスなんですけれども、まあ、これがそのお買い得だったかどうかという点なんですが、こちらですね、実はこのようにペア、まあ、多分男性用と女性用みたいな感じだと思うんですけれども、ペアセットだったんですね。購入したのが多分今年の3月ぐらいなんですけれども、お値段がですね、今お値段見たら3100円とかになっていたので、おそらく2980円だったと思います。で、単刀直入にも言いまして、これおすすめしません。大体そのピアスとかのアクセサリーってですね、やっぱり一番お安い、まあ、その品質的にどうかなっていうものが大体1980円とかなのです。で、私はこの一組だけのピアスで約3000円だと思っていたので、品質的に1980円のものだとは思っておりませんでした。結果、あれから半年経ってどうなってるかと言いますと、もう鎖がですね、そのすすけちゃって、まあ、そのある程度良いものですとシルバー925とか、その医療用のシルバーを使っていたりするんですけど、そういったところは全くもうどうしようもなく、またそのピアスのですね、このポストのところも、まあ、こちらは全然使っていないっていうか、つけてくれる人なんていないので全然綺麗なんですけど、私のものはもう青サビが浮いちゃったりしていて、うん、これは1980円の品質のピアス、アクセサリー、これを彼女さんとか奥様にプレゼントするということですね。おすすめいたしません。それから今度このスバルウォッチなんですけれども、まあそのムーブメントは成功さんで、そんなに悪くないというか、まあ成功さんですもんね。なんですけれども、結構スバルっぽくないですか。このですね、そのコラボっていうのは特に女性にとって好きなものであっても、はために、あ、この人スバルのなんかアクセサリーしてるとかバレることは避けます。ですので、スバルピアスももう大前提としてアウトです。私も人と会わないからこそ、合わない撮影だからこそ使っておりますけれども、これでお買い物とかはいけませんし、スバルウォッチも、なんか、購入ページで見たときには、かなりその、あ、ムツラ星目立たないと思ったんですけど、実物見たらかなり目立ちますので、こちらもあまりお勧めできないというのが、今日お伝えしたいことでした。大変なんか、ディスるだけで終わってしまって恐縮なんですけれども、お越しいただきましてありがとうございました。またよろしくお願いいたします。